皆様こんにちは、ボケ日和の著者で認知症専門医の長谷川でございます。本日はですね、ご主人様、旦那様とも言うんですけども、旦那様、とにかく認知症介護を抱え込まないでくださいというお話をさせていただきたいと思います。先日ですね、認知症の奥様を一生懸命、見ている旦那さんがいらっしゃいました。でその方はですね、もう本当に一生懸命 で介護もされていて、で、僕も実は外来では行ってたんですね。介護サービスもちゃんと使われた方がいいですよって言うとですね、ご主人さんはですね、いやもう僕が暇でやることないから、妻の介護は僕がやるから大丈夫ですよって言われてたんですね。でも本当にお元気な、80歳だったんですけども、元気なご主人だったもんですから、大丈夫かなと思ってあまり強く言ってなかったんですね。そしたらある時の外来の時に、ご主人じゃなく娘さんと息子さんがついて見えたんです。で先生、実はですね、父が突然亡くなっちゃったんだと。で亡くなっちゃってて、今母親の介護をしているんだけども、こんなに大変だったんですかって言うんですね。で確かに実はご主人なんかには当たり前なんですけど、きちっと説明をしてたんですけども、息子さんや娘さんは受診すら来たことがなかったもんですから、僕自身認知症のレベルを説明してなかったんですね。で正直言って認知症のレベルとしてはもう MMSE が18点ぐらいですから、中等度、僕のいわゆるボケ日和の春夏秋冬でいくとですね、もう夏から一部は秋がにかかってるぐらいですから、かなりやっぱり大変なレベルなんですね。ですから本来一人暮らしなんかはもうとてもできるレベルじゃないんだけども、誰か配偶者でもいれば生活ができるレベルである。ただそういうことも全然伝えてなかったんですね。でそもそも病院にも娘さんや息子さんたちは来たことがなかった。でそんなご主人がですね、突然亡くなっちゃったわけです。で亡くなっちゃって、いわゆるデイサービスも小都市でも使ったことがない。でその人たち をいきなり、その把握もしてないような子どもさんたちが身を立って、もう本当に大変なんですよ。でもうどうしていいかわからない、ケアマネさんにもう誰かよくわからない、でもケアマネージャーさんをすぐ探してつけて、今なんとかデイサービスとショートを使ってるんですけども、今早急に施設を探してもらってますっていう状況なんですね。でお父様はどうやって言われてたんですかっていうとですね、ちょっと物忘れあるけど大丈夫だから、俺が全部見るから大丈夫だよと、お前たちには迷惑をかけないから大丈夫だからなってことをずっと子どもさんたちには言ってたらしいんです。この言葉がね、くせ者なんですね。よく高齢の親御さんっていうのはですね、そのフレーズを使うんですね。子どもさんには迷惑をかけたくないから俺が見るっていうんですけど、これね、はっきり申し上げます。もし高齢の方で聞いておられる方がおられましたらね、その言葉が一番迷惑です。いいですか。ある程度困った時は困ったってちゃんと言っといてもらわないと、全部自分がやるって言っててやっておられて、で突然亡くなったりすることっていうのはですね、本当に迷惑なんです。で確かにこのご主人も80歳にしては大変お元気だったんですけども、やっぱりもう80超えたらね、仮に何の病気がなくたって僕は突然何かなくなることはありますよというふうにお伝えをしてるんですね。だからやはりいくら元気であると言ってもですね、もう常に、自分自身も、病気になって突然亡くなったりしてしまうことがあって、奥さんの介護ができなくなるんだよってことをですね、ぜひ知っておいていただきたいなと思います。で大体ですね、こういう介護を一生懸命やってて、いわゆるデイサービスやショートステイもなんか使わない人のご主人っていうのは、ある特徴はあるんですね。でまず一つ目はですね、やっぱり若い時に奥さんにすごい迷惑をかけたっていうような方がちょっと多いですね。だからもう昔おいこいつには本当に苦労をかけたから、だから、僕はもう本当罪滅ぼしのように介護するっていうんですね。そうこの罪滅ぼしで介護する必要もないのになという気はします。
でもうどこかすっごく真面目です。すごい真面目にもうきちっとそれこそ認知症になって服が着せられなくなった、着れなくなった時でもきちっとご主人が服を着せるような真面目さがあります。でだから自分が全部やれるよっていうような感じなんですね。で本当にね、そういうご主人たちにね、僕ははっきり申し上げることがあるんですよ。誰々さん、すごく一生懸命奥様の介護されてることはよくわかりますけども、旦那さんなんてのはね、奥さんにとってはもうストレスでしかないんですよって言うとね、結構マジで怒る人だよね。そんなことはないよって言うんだけどね、きっとこれ主張してる人、きっと理解してくださる方が多いんじゃないかな。どんな方、どんな素晴らしい優しい旦那さんであっても、いればいるでそれなりのストレスはかかるんだよね。だからいない方がいいとは言いませんよ。でもずっと朝から晩までいるというのはやっぱストレスなんですよ。だから実際僕の患者さんなんかでもデイサービスとか行くとすごく生き生きする人っていっぱいいるんですよ。だから旦那さんが一生懸命介護してても時々は互いの息抜きのためにですね、出てった方がいいわけですね。だからまあ今回のようにですね、僕があえてご主人様、旦那様、認知症介護を抱え込まないでって言った時はですね、まずやっぱり自分で抱え込まないで、必ずどれだけ自分介護する配偶者であるご主人がですね元気であってもですね、必ずデイサービスだとかショートステイはちゃんと使うということですね。でもうそして、必ず子供を巻き込みましょうね。いくら子供に迷惑をかけたくないと言ってもですね、基本的には俺が頑張るけども万が一のこともあるから、その時のために、ちょっと時々手伝ってくれないかというようなことをですね、やはりちゃんと子供さんにもですね、お伝えしていくことが大事じゃないでしょうか。まあ皆さんね、僕はこういう話をすると、いやまあそんなこと、まあ稀な話じゃないのって言われるかもしれませんけども、僕はこういうケース、いわゆる旦那さんが一生懸命見ていて突然亡くなったっていうケースはもう10例以上経験しています。10例以上経験しています。ですから本当に一生懸命介護している人が突然亡くなるなんてことは全然珍しいことではないんですね。だからもうそのことを早い段階から気がついて対応していっていただけることをお勧めしますというよりもですね、これはですねお願いですね。本当に今回のケースでもですね、もうそうなるともうケアマネと僕らがダイレクトに連絡を取って、もう診断書も用意して、もう空いてる施設がないかというところも探してやらざるを得なくなって、これは本当に、家族だけじゃなくて他の職種の人たちにも、迷惑というか負担をかけることになりますので、まあ、ぜひ全部一人で抱え込まないようにお願いします。